東海テレビ放送、東海テレビ放送株式会社、東海テレビ放送、都会テレビジョンブロードキャスティング仕様、LTD は、中京広域圏を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事社である。通称は、東海テレビ、FNN、FNS に加盟する富士テレビ系列局、名古屋親局のコールサインは、 ジョフェックス DTV、物理チャンネルの 21CH は、フジテレビと同じだが、リモコンキー ID は、フジテレビ系列で、唯一の1。1企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。東海ラジオ放送とは、もともと親会社、イコール東海ラジオ、子会社、イコール、東海テレビという関係であった。これは、東海テレビが、 ラジオ東海、岐阜県、近畿東海放送、三重県といった県域ラジオの合弁によって誕生したもので、東海テレビ開局直後の1960年に、両者が合併して、東海ラジオ放送となったことによるもの。系列局の富士テレビ、日本放送と文化放送や、関西テレビ、京都っぱなしとラジオ、関西などのケースに似ている。実際は、東海ラジオとは、 兄弟会社の間柄で、同じ社屋を1961年9月1日から、共用していたほか、番組審議委員会などを共有していた。現在でも引き続き社屋、東海放送会館の一部共用や、報道部門の一部連携、東海ラジオ用のニューススタジオは、東海テレビ報道デスク内に設けられているなど、関係が続いている。ただし、相互に、 同じテナントに入る別法人ゆえ、相互に連携も干渉もしないのスタンスをとっており、東海放送会館内での家庭内別居を続けている。中部日本放送 CBC 放送事業者としての原業法人は CBC ラジオと CBC テレビと共に中京テレビ CTV の開局に携わった、同社初代社長を務めた佐藤慎之助は、 東海テレビの出身2005年3月2日他の放送局の株式を第三者名義でマスメディア集中排除原則の制限を超えて所有するという違反行為を三重テレビなど複数の放送局に対して言っていたため重い行政処分である総務大臣名による警告を受けたなお石川テレビ富山テレビについては隣接区域への出資比率規制緩和。は 1,5,1,3により解消されている。従来親が愛車であった東海ラジオ放送株式、会社は2005年5月31日に株式の一部を中日新聞社に売却した。この結果、議決権が50%以下となったため、親会社ではなく関連会社となっている。同局の英略称は本社社屋のビル名である。 東海放送会館を略した THK 都会放送会館であるが使用されるのはごくわずかで東海テレビという名称で呼ばれることが圧倒的に多い。ただし中日スポーツの番組表においては2014年3月31日付まで東海 THK という表記が局名表示に使われていたため全く知られていないわけでもない。アナログ放送が 1CH で デジタル放送のリモコンキー ID も1なので、東海3県では1チャンネルという故障が使われたりもする。2009年7月より、昼帯のバラエティ番組の再放送、または、中日ドラゴンズ戦中継があった、週の時差ネットに関しては、アナログ放送でも上下に黒帯を付加してのアスペクト比16、9のレターボックスで放送になった。フジテレビと TBS は、 古くから深夜アニメにも字幕放送を実施しているが、東海地区では CBC のみが字幕放送を行っていた。東海テレビはかつては自社制作番組の再放送のみを字幕放送の対象にしいたが、2007年10月より深夜帯に放送される番組に対し本格的に実施した。深夜アニメも例外ではなく同時期より放送を開始した。 フジテレビ制作の深夜アニメすべてに字幕放送を行っている。2015年7月回編より CBC テレビでは深夜アニメに限り字幕放送を行わなくなったため、同局が唯一の実施局となっている。2016年4月2日から大人の道、ドラを全国ネットで放送している。自社制作の生の情報番組も放送しており、月曜日、金曜日に スイッチを放送している。毎年3月に開催される名古屋国際女子マラソン、名古屋ウィメンズマラソンの中継も東海テレビを制作局として全国で放送されている。報道の分野で新たな番組制作を行っており、特に司法の分野では重い扉、なばり毒武道酒事件の真相に迫った内容、日本のテレビ局で 初めて裁判所内部と現職の裁判官に密着した裁判長弁当第45回ニャラクシー小シテレビ部門大賞黒と白自白の共用問題をテーマ光と影子をし星殺害事件弁護団の300日取材当時世間の逆風にあった被告側の弁護団に密第46回ニャラクシー小シテレビ部門優秀賞といった番組を制作放送している 吉本工業とのパイプが太いことでも知られ、爆笑。駐在くんが行く。グッサン家、ザ・グッド・サン・ハウス、西川清のご縁です。といった、吉本工業のタレントをメインに据えた、バエティ番組を企画、制作している。いずれもこの地方のみのローカル番組としてスタートした、ものであるが、その後は徐々に、ネット局を増やしており、特に、グッサン家は、 多数のネット局を抱える。同番組は2004年4月から2009年3月まで BS、富士を通じて全国で放送されていたなど、在名機関局の中では一番多く、在阪準キ局に近い在名機関局でもある。三重県の独立局、三重テレビと資本関係を結んでおり、三重テレビのプロ野球、中日ドラゴンズ戦中継番組の制作を支援している。 三重テレビナイターの項目を参照。また2004年7月19日から5回にわたって30テレビで放送された同局制作の番組ラブザー,アースサトカイの歌は東海テレビでも放送された。なお、三重テレビの中部支社は東海テレビ本社別館の施設テレピ屋内にある。東海テレビには長年受舎制作テレビアニメが存在していなかったが、 2009年7月期より、関西テレビとの共同制作短編アニメ、くる猫を放送開始した関東圏では、t o k をムックスと TV k でネット。また、2011年6月6日から2014年3月28日まで、自社単独で短編隊、番組形式で深夜アニメ、通え、中学を制作、放送していた。 土曜18時30分から放送されるスペシャル番組については、東海テレビでも放送されるが、19時からの短縮版で放送されることがある。目覚まし度、曜日が2018年3月まで7時からの飛び乗り放送だったが、同年4月からフルネットに移行。ちなみに、五時十五分七時には、フジテレビ系制作のバラエティ番組や自社、制作番組、ススクポン、 等を放送していた。ただし2013年から2015年、2017年は年内最終放送をフルネットした。大都市圏において働くおっさん劇場を唯一ネットしていなかった。早く起きた朝は、をかつて土曜日の朝などに不定期で放送していたことがあったが2011年4月3日よりフジテレビと同時ネットになった。 2003年10月に、愛より青し縁を放送開始したことを機に、東海テレビでも、いわゆる UHF アニメを不定期的に放送していた時期があった。かつては、平日夕方の時間帯、16時16時30分は、特選アニメ劇場と題した、帯番組的なアニメ枠を設けており、三大都市圏のキー局系列では、唯一の事例であった。 2007年4月に日曜9時枠をフジテレビとの同時ネット枠に変更して以来、ゲゲゲの鬼太郎第5作目及びドラゴンボール改めトリコドラゴンボール長を放送してきた直後の日曜9時30分枠についてはフジテレビで放送されているワンピースを放送せずに自社制作番組を放送していたが2011年10月より同時ネットとなった かつては FNS 地球特捜隊ダイバスターをレギュラーで放送していたが2007年11月より放送休止状態に入った。穴埋め目的で不定期で放送することはあるものの放送頻度は非常に低い。地上デジタル放送のリモコンキー ID はキー局のフジテレビ、純キー局の関西テレビをはじめ多くのフジテレビ系列局がのきなみその2局と 沖縄テレビのアナログ親局と同じ8でありながら、東海テレビは8ではなく、自身のアナログ親局名古屋テレビ等のチャンネルと同じ1を使用している。ただし、デジタル親局セットデジタルタワーの物理 21CH は富士テレビと同じ。このために開いた8は、東海3県内の民放テレビ局では、岐阜放送に割り当てられている。なお、ID が、 一のテレビ局は、東海テレビと日本海テレビ、日本テレビ系列以外は、全局が、ラテ県営で、その二局をもってしてもラジオ局と一切関係がない、ID、一のテレビ局は皆務である。また、このため中京圏、名古屋、岐阜、津の NHK 総合テレビジョンの ID が、NHK 名古屋のアナログ親局、岐阜は 39CH、津は 31CH と同じ。 3になっている。多くの地域では、位置が割り当てられているため、視聴可能な周辺圏で視聴する場合には、枝番号、011から0、011から1がつき、リモコンボタンのポジションは9等に割り振られる。以下は2011年7月24日、定波時点でのデータ。コールサインは、ジョフェックス TV。長野県のコミュニケーションネットワークアナン。 安岡村コミュニケーションネットワークで、区域外再放送をしている。配信下記に述べる、本社内のスタジオのほか、大勢の観覧者を集めての番組収録、生放送の場合、本社ビル隣にあるて、レピアホール、テレピア内を使用することもある。東海テレビはかつて昼ドラマを制作し、現在はドラマの他に、 年に数本全国ネット向けの特別番組を制作している。大人のドドラ開始以降は改編期にその枠で自社制作の全国特番を放送することもある。いずれも新潟総合テレビ、長野放送、テレビ静岡、富山テレビ、石川テレビ、福井テレビとの共同制作番組。かつて、中日新聞テレビ日曜夕刊でも共同制作コーナーがあった。 東京中にチャンネル時代のものも含む。他、日暮らしのなく頃に、会、狂乱家族日記、ニードラス以外は、すべて関西テレビでも放送された。は、編成局アナウンス部長経験者。入社順。冒頭の年号は、入社年、内は、アナウンス職であった期間。恒例となりつつあるイベントや特色あるイベントを挙げる。テレビ単営局ながら、 年間を通じて何かしらのイベントを行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。